オキチもずくは、血筋の理科オキチもずく属に属する、炭水産構想の一種である。もからがは、暗ウ褐色の紐状で多数分子し、10から40センチメートルまで成長するものが多い。1938年に、愛媛県温泉郡川上村の吉泉周辺で、初めて発見され、その後、九州、沖縄の二十数カ所で確認されたが、 発生が見られなくなり、絶滅したと考えられている、ところも多い。長らくを、吉泉を、生育北限とする、日本固有種とされていたが、台湾や東京と立川市でも発見された。お、吉泉周辺、熊本県南小国町の静川、長崎県国見町の土黒川の3カ所の発生地は、国の天然記念物に指定されている。また、環境省のレッドデータブックでは、 絶滅の危機に瀕している種に指定されている。なお、オキチモズク族の種分類については、混乱が見られ、本種について、同じオキチモズク族に属する、ネメリアノプシス勝負と同種であるとされることもある。河川上流や湧水などからの成長な小川の、半日影となる場所で生育する。一般的には、秋から初冬にかけて発生して、冬から春にかけて成長し、 4月から5月に繁盛して、夏には消失するが、発生地や年による際も大きい。体長は10から40センチメートルのものが多く、稀に90から100センチメートル近くまで成長する。1938年、愛媛県市繁学校教諭であった、八木修月によって、愛媛県温泉郡川上村、吉久の吉泉で最初に発見され、1940年に、 地筋のり下の新種として発表、命名された。その後、地筋のりと思われていた長崎県南高木郡、国見町の土黒川の構想が本種であることが確認され、さらに、熊本県阿蘇郡南小国町の静川でも確認された。これら3カ所は、世界的に希少で学術上無貴重な種として、それぞれ、沖地もずく発生地、土黒川の沖地もずく発生地、 静川の沖地もずく発生地として国の天然記念物に指定されている。この内土黒川は1924年に地筋のり発生地としてすでに天然記念物に指定されていたため、一旦指定が解除された後に改めて指定された。その後、これら3カ所も含めて四国、九州、沖縄の計20数カ所での発生が記録されている。長を、吉泉を、 生育北限とする日本固有種とされてきたが、2013年には東京都立川市で発生が確認されたほか、台湾でも発見されている。しかし、多くの生育地で生育量の減少や絶滅が報告されており、環境省のレッドデータブックで絶滅の危機に瀕している種に指定されている。同じオキチモズク族に属するネメリアノプシス勝負とは、 も体の長さが異なることなどで区別されるが品種レベルの違いに過ぎないとして絵の勝負と同種であるとする見解も出されている。河川の上流や湧水からの流れなど成長な小川でのみ生育し周囲を樹木や山などに囲まれて半日影となる場所を好む。ただし強光下でも光合成速度はさほど低下しないとの報告もあり、 日照の良好な場所での繁母の例もあることから、水草との競合の結果によるとも考えられている。円盤状の付着部で岩や小石に付着して生育するが、コンクリートやビニールなどの人工物や大型の水生植物にも着生することが知られている。生育適温は15摂氏20度と考えられており、冬季でも水温が摂氏10度以上で夏季にも摂氏25度以下を保つ。 場所で生育する。暗黒褐色の柔らかな紐状で粘質に富み、一本の主軸から大小多数の即死が五星、または変成し、枝の先端は徐々に細くなる。老熟すると色は徐々に黄緑色になっていき、粘りも少なくなる。乾燥させるとほぼ黒色になるが、わずかに紙に付着する程度の粘性は残る。 主軸の太さは0.4から0.9ミリメートルであり、体長は10から40センチメートルのものが多く、稀に90から100センチメートル近くまで成長する。多くの場合多数の株が集まって、吹き状に生育する。もダは、随層部と非層部からなる。随層は、太さ約3から7マイクロメートル、長さ約12から100マイクロメートルの糸状の随層糸の集まりであり。 水層全体では太さは約450マイクロメートルになる。槽は同カイトからなり、同カイトは太さ約4から7マイクロメートル、長さ約60から170マイクロメートルで、二股に多数分死し、先端は太さ3から7マイクロメートル、長さ3から16マイクロメートルの卵型ないし、ようなし型の細胞となっている。同カイトは水層部から生じており、 その基部細胞は太さ約3.6から9マイクロメートル、長さ約3から25マイクロメートルの円柱状である。一般的には、秋から初冬にかけて、直立容体が発生して、冬から春にかけて成長し、4月から5月に最も繁茂して、夏には消失する。ただし、発生時期は、発生地や年によって差異があり、水量や日照、水温などに、 左右されると考えられている。長崎県の上与川やゆえ川や福岡県朝倉市などの生育地では一年中も体が見られることが知られている。2004年になって有性生殖器官が発見されたものの、有性生殖の時期等の詳細は不明であり、生殖は主に単方子による無性生殖によっていると考えられている。 単胞子は太さ5から12マイクロメートル、長さ6.5から18マイクロメートルの卵型、または楕円型で、同体との先端部に単独、または棒状に形成される。単胞子は直立も体が存在する器官を通じて見られるが、特に春から初夏にかけて多く形成される。単方子は、器物に付着すると、直ちに発芽して、万状体、死状体となり、その後、 草むら上のちゃんとシ子秋に生育する。そこから直立体が発達し、互いに絡み合って、随層と同海とによる悲層を形成して、噴水型のも体に成長する。日本国内では、四国、九州など温暖な地方で、陶器の水温が周囲より、比較的高い小川で生育する。以前は、愛媛県、長崎県、福岡県、熊本県、鹿児島県、 沖縄県でのみ発生が知られており、日本固有種で、小吉泉が生育北限であるとされてきたが、新たに台湾や東京都立川市でも生育が確認されている。近年になって確認された発生地については、本種や血筋のりなどでは、わずかな細胞片からでも、容易にも体が再生するため、水鳥に付着したり接触したものが未消化で、 排出されたりすることで拡散しているのではないかと考えられている。2013年に確認された東京都立川市の生育地についても、これまで知られていた生育地から離れているため、鳥類などに付着したも体が移入したか、あるいは回収造成の際に人為的に移入された可能性が指摘されている。 絶滅器具愛類本種は環境の変化に非常に敏感であり、生育地周辺の水質の悪化や水量の減少、日陰を作る樹木の伐採や水草の繁茂などによって多くの生育地で生育量の減少や絶滅が報告されている。天然記念物に指定されている参加小地、土黒川では1985年頃から見られなく、 なり、静川でも、急速に生育量が減少しつつある。およし泉でも1973年頃から見られなくなり、一時は絶滅したものと考えられていたが、その後の日照調整や、流路回収などの保護対策によって2001年以降、発生が再確認された。ただしこれは、熊本県からの移植されたも体が定着したものではないかと考えられている。 このような状況から現在、オキチモズクは環境省のレッドデータブックで絶滅の危機に瀕している種に指定されている。昔は熊本県や長崎県で食用に利用されていたと思われるが、現在ではそれらの産地が天然記念物に指定されていることや生育量が少ないことから少なくとも漁業の対象とはなっていない。オキチモズク族には、 本種の他にネメリアノプシス勝負とその種内変異による別品種として N 勝負 F カロリニアナが知られている。N 勝負はフィリピンのバターン州に分布するオキチモズク属の基準種であり、本種と同じクズイソーブと同解とで形成される非相部からなる粘性のあるモカラダを持つが長さは約6.5センチメートルと短く分子もまばらで、 あるなどの形態的な違いによって区別される。他にも、同階との細胞がオキチモズクではシリンダー型で、あるのに対して、N 勝負ではタル型であること、同階との長さも、N 勝負では145から400マイクロメートルと、長い点でも異なるとされてきた。ただし、オキチモズクは、N 勝負の品種レベルでの違いに過ぎないとする見解も早い、段階から出され、 この見解を支持する立場から、1979年にアメリカのノースカロライナ州英区群の河川で発見されたオキチモズク族の構想は N 勝負の一品種 N 勝負 F カロリニアナとして報告された。これに対して、1993年にロバート GC スラは各種標本を用いて、形態形質や係数形態形質による分子分類学的解析を行い、 N 勝負 F カロリニアナについては、オキチモズクの動物異名であり、N 勝負とオキチモズクは別種であると結論付けた。一方、2002年には、マーチン K ・ミューラーらが、N 勝負 F カロリニアナとオキチモズクを用いて遺伝子延期配列による分子電学的形態解析を行い、18S。 ルナと RBCL 遺伝子の塩基の総あたり2.88%相違があると報告した。これは N 勝負 F カロリニアナとオキチモズクが別種であることを示唆するものであり、シースラの分子分類学的解析と矛盾する結果となった。さらに2008年には須田翔一郎らが沖縄県内で採集したオキチモズク族のも体を用いた 携帯観察と携帯学的係数形質を計測して文献との比較を行った結果として N 勝負とオキチモズクの明瞭な違いと考えられていた同界との長さをはじめ他の携帯形質でも N 勝負とオキチモズクの中間的な形質を示しオキチモズクとも N 勝負とも同定できなかったと報告されたこのようにオキチモズク族の種分類については混乱があり 確定させるために、各種標本等のさらなる解析の必要性が指摘されている。同じ地筋の利かの地筋のリトリアを課題とは、対抗づくりも類似している。地筋の利も、オキチもづくと同じく随走部と非走部からなるが、非走部の同海とがオキチもづくでは、先端で多く分子し先端に単胞子を形成するのに対して、地筋の利では、道海とが基部でまばらに分子して基部に、 過方紙を形成する点で区別できる。ありがとうございます。